どうも皆さんのスキーです。今日はですね、ちょっと僕がどこにいるか皆さん分かりますか？リムジンなんですよもうすぐね、ヨメピーとの結婚記念日が近づいておりまして、まあ厳密に言うと今日は結婚記念日じゃないんですけど、結婚記念日にヨメピーにリムジンで迎えに行ったらどういうするのかということで、大阪でね、待ち合わせ場所を教えているんですけど、そこに来てくれというふうに言ってるんですよ。でも何が起こるかは MP 分かってないですよね。だからもしリムジンがMP を迎えに行ったらどういう反応をするのか、MP が来るまで待っていきましょう。でここに来たらモニタリングみたいにいるでみたいな、ここで MP を観察して、でちょっとしばらく MP が来るのをまず待つという。リムジン、初リムジンやな。でこれね、後ろすごいよ、風船が用意してあるんですよ。来てみてください。でね、すごないこれ、めっちゃ、しかもなんかシャンパンもあるし、これはMP喜ぶでしょう。いた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 、あの信号待ちをしている左のところにいるのがヨメピーですね。でも多分これに気づいてないんじゃないかな。来た来た来た、あれじゃない、こんなところに結婚記念日に待ち合わせをして何すんねんっていう話でしょうね。公開を迷ってます迷ってますまさかこのリムジンやとは思ってないから、もうちょっとこっちに来い、こっちに来い。あ、 LINE が来た、ヨメピーから多分 LINE が来た。公開ドットフィタルって来ますね。あ、来た来た、行きます行きます。行きます。ヨメピーえ、リムジンです。え、なんでシャンシルさんのスーツとか着てんの？リムジンです。サプライズです。結婚記念日ということで、ヨメピー5年目の結婚記念日おめでとうということで、でで見てこれ、これあれですよね、買っちゃったとか言う、買っちゃったじゃない、買っちゃったじゃない今日だからこのリムジン乗って結婚記念日に大阪を観光しましょうという回です。すごいこれ、ヨメピー何匹分何匹分何匹分あるよ、すごい、待ってこれ前初めてだよ見て見て、すごい、ちょっと並んでみ、すごい待って待って、どうなってるの、すごい、私本当に初めて、あ、リムジンってこれなんだそう、これなんですよ。なんかこの前、あ、なんかいっぱいリムジン止まってるって言ってたやつもっとちっちゃかった、こんなに長いと思う、めっちゃ長いでしょ、バスみたいに、すごい。でこれでちょっと大阪レッツゴーです、いいですか、すごいすごいでしょ、すごい、本当にこうやって見るとさ、すごいな、加工したみたいな、ここだけビヨーンってな、伸ばしたみたい、すごい、行きましょうか、すごい、では、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、開けてもらえる、すごい、初リムジンですよ、どうぞ、Lady First、すごい、お願いします、すごい、おー、あ、すごい、すごいでしょ、すごい、あ、こっちにも座れるということ、そう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 、デデイグなんか風船も用意してもらって、すごい、しかも実はなんかシャンパンとかもあるんですよ、あ、待ってた、いやすごい、あ、すごい、初ですか、初です、本当に初です、あ、すごい、なんか上もキラキラしてる、では乾杯、乾杯、これからもよろしくお願いします。子供は3年、4年いらんかなって言ってたのを覚えてる、5年いらんって言ってた、5年か、うん、じゃあでももう5年ってことは、うん、でもまだそんな欲しいと思ってないから、うん、あと5年あと5年あと5年更新制みたいな、まず京都に来るって思ってなかったかも最初は、うん、まあ、それはだから YouTube があったからやな、うん、本来だからヨメピーと別に2人で YouTube してるしようっていうわけじゃなくて、男友達2人でやろうと思ってて、その友達が大阪にいたから、うん、京都に帰ろうと思ってるわけで、それで会社を辞めて、で行ったら引っ越してから
やっぱ俺辞めるわって友達が言って、でも俺も会社も辞めて、もう人生完全にハンドル切った後に辞めるわって言われて、でももうやるしかないし、で続けて初めてヨメピーに、ヨメが帰ってきた時に夫が死んでたらドッキリしたら、それがバズって、あ、これやと、これやとじゃないね、これやとじゃないね、これやと、ということで、そっから数ヶ月経ってヨメピーっていう名前ができて、ね、初めだからヨメっていう名前だったね、ヨメっていうことね、早いようで短かった、一緒か。こっち大阪城なんですけど、あ、じゃあ出ましょう、大阪城、着きましたよ、大阪城、じゃあ行きましょう、ちょっと降りるってこと、はい、降りましょう、すごい、大阪城、すごい、大阪城って見えるの初めてかも、え、初めてだよ、でもこれ道中の方が綺麗に見えてるな、あれ若干なんか3分の2ぐらい霧で隠れてる、綺麗ヨメピーの結婚記念日の、初大阪城は3分の1見れました。では次の観光地行きましょう、はい、すごい、そんな感じでスタンプラリーみたいな、そう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 、スタンプラリー、すごい、最初はさ、車どころか自転車もなく、何にもない、徒歩、徒歩で駅まで行き、自転車を獲得した時もうちの実家からボロいやつをゲットして、本当に嬉しかった、いるって言われて、電動自転車やから結構あれだったら楽になったな。で2021年とかに GX5 を買い、どんどんこれからはもうリムジンで移動です。おお、いいな初期のさ動画見ると家具とかも全然違うもん、なんもなかったなんヨメピーが独身の時に買ったちっこいソファーとちっこいローテーブル、そんなちっこい強調しなくてもよくない、ちっこいちっこい、もうほんま当時はもう YouTube は全然収益なんていうの、月に5万円とかやったから、俺からしたらでもこれを当てないとやめた意味もないし、手を緩めるわけにはいかへん、でも同時にそんな3万に生きていけるわけないから、こう予備校講師とかなんかいろいろ他のバイトだな、最初の頃って最初なんか私がいっぱいギャーって叫びまくってた、そうまた新しいマスク買ってきやがって、マスクってあのボビーオロゴンとかピエロとか、金ないのにこいつまたガラクタ買ってって思ってたほんまにもやしばっかり食べてた、まあ、その苦楽を共にしてきたヨメピーにね、記念日はちゃんと大切にしてお祝いしたいというか、いる時間が長ければ長いほどどんどん慣れてくるというか、まあ確かに誕生日次何あげようみたいな、そう靴下でええかとかなってくんねん。いやでもまさかこんな全然思ってなかった、大阪公開堂でさ待ってた時なんでこんなとこ待ち合わせすんのしかもその公開堂なんかここは閉鎖中です入れませんって書いてて、あ、俺位置情報送った時のそこはね、そう、入れない、でもここで回っちゃう、こんなところでこれは見えへんかったリムジンは、いやまあ別に車はあるなと思ったけど、だってまさかいると思わないじゃんこれも多分ヨメピー的にはこういうなんか豪華なローンっていうのをそんな好きじゃないのかなと思って、そんななんかブランドもんとかこういう豪勢のところとかそんな興味ない人やから、でもまあ一回の経験としてなんかあすごいこんな感じだよみたいなのは、まあ、一発目だからこれが当たり前みたいになるのはおかしいけど、毎年僕たちはリムジンでねみたいな、全然いらんけど、なんか初めてって面白いやん、すごい楽しい、なんか本当に今この見てる景色もこっちも映すな、はい、意外と優しいんですよ、意外とちゃうわ、意外と動画だとドッキリというのがメインになってるからめっちゃひどい夫みたいになってるようなところがあるかもしれないんですけど、まあ、意外とまあ優しいところもあって私がこれ言ったら怒られるかなって思ってこう勇気を出して言ったことって大抵でも怒らないで聞いてくれる、そんな怒るようなことじゃないもんな、いやいやいや、こんなこと言ったらわがままかなみたいな、でも本当はこれ嫌なんだよなとか、本当は怒られるかな、どうしようみたいなこと自分の中で悩んでる、そう大抵YouTube をじゃあやってきて一番思い出に残ったことは何ですか、なんだろう、大阪にハスキーの誕生日に連れてきたのも楽しかった、フライトを計画してハスキーの友達とかを集めて、はいはいはい、あれの時もとか全然金なかった、ないあのその時に奮発したから来月はちょっと節約しようみたいな話を、ウェディングフォトを撮りに行ったんだけど一番安くできるプランが5000円だったのね、でよっしゃこれならいけると思って保存できるのが1枚とか2枚とかで、そうなの、でも散々めっちゃ撮ったのよ、俺それ知らんから全部もらえるもんやもん、5000円で1枚撮れるみたいなプランです、その他のやつでもし欲しいのがあったらプラス料金で、
どんなポーズ撮ってめっちゃ撮ったそれをもらえると思ってたからえ、ちょ、今までどんなだったみたいな。まあでもめっちゃ覚えてんのは、毎日シャワー見ながら来月の家賃どうしようとか、本来 YouTube でもっと考えて時間割かなあかんべきなのに、あかんべきあかんのに、来月の資金繰りどうしようみたいな、生きるための日銭を稼ぐためのどうしようどうしようになったら身動き取れへんというか、何にもできへんやなって思った。バイト入れなとか、生産的な思考回路にならへん、それがすごいしんどかった。優しいなって思うのは、結婚して何回目かの生理の時にすっごいなんか疲れ返って帰ってきてて、しかもその帰り道に変なおじさんに絡まれたとかで、めっちゃ機嫌が悪い日があって、はい、あんま悲しいんですそう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 、お互い早く帰ってきた方がどっちかご飯作るみたいな感じがちょっとあったの。ハスキーの方早かったから、もしかして作ってくれてるかなって思いつつ、こう疲れ切って帰ってきたら、あ、ごめん今日なんとかだったからまだ作ってないやんって言われて、ずーのことなんだけど、いろいろ重なって、みたいな、なんでみたいな感じになっちゃって、お腹痛いし変な人に捕まるしみたいな。でそうしたら、毎回生理の時は生理グッズみたいな感じで、私の好きなケーキとかを買って置いてくれるようになるっていうのが、こう習慣して化してくれて嬉しいなって思って、未だにそれをやってくれたりするじゃん。まあでもだから、ヨネピーを幸せにするために一生懸命やっていこうと、結婚した時に誓ったから、それの周期です。この思いは忘れないように。結婚記念日忘れたりするけどな私の誕生日も忘れるけどな。っていうのも、付き合った時を記念日にしたかったよ。それすっごい覚えてるけど、席入れた時ほんまどうでもいい、2人が休みが勝ち合った時の土曜日みたいなんで、まあそうだね、あんまり思い入れがなかったから。4月14日やろ。今日はちょっと楽しんでください。はい、ありがとうございます。でーすごい、これがショッピングモールなの。そう、阿部のハルカスと言って、俺と阿部という人が出た阿部という人がハルカスは何、阿部というものありけりでハルカスは、だからもうどうする名前ってなったら、どうしてそこスキーじゃなくてルカスになったの。え、何スキーって。阿部ハスキー。何言ってんの。なんであなたが言い出したんでしょ。君の笑顔、私の笑顔。